皆さんどうもこんにちは、合同会社 LBJ のハンガイ友成です。本日は質問のスキルということで、まずはですね、まあ、質問のスキルいろいろあるんですけれども、そのどういう質問を全体的に使っていくのかということ、それをお伝えしていきます。その一つ一つの質問の種類に関してはまた別の動画で一本ずつ皆さんに詳しく。 お伝えしていきたいと思いますさあというわけでですね本日はまあこの質問の全体像ということでお伝えしていくんですがこの動画を見てわかることっていうのはこの全体的なコーチングの質問っていうのはどういう質問を使っていくのかっていうことがまず明確になりますそして質問のそれぞれの特徴ですね全体的なこの概要についてはわかると思いますその質問いろいろある質問をどう組み合わせていくのかということに関しても触れていきます そしてこの動画をご覧いただきたいなというふうに思う人は、コーチングうまくなりたいなというふうに思っている人、あるいは、このやってるんだけどなかなかうまくいかないんだよなというふうに思う人、質問に対してちょっと苦手意識があるんだよねっていうふうに思っている人におすすめです。で、私はですね、もうコーチングの歴で言うと15年ぐらい、コーチングの研修も200本以上やってますし、延べ2000人以上に対してコーチングの実績があります。その中で培ってきたものというものを皆さんに共有しながら、皆さんがですね、コーチングをよりこう柔軟にうまく作って 使っていくことに役に立ったらいいなというふうに思っていますさあではこの質問の全体像ということでですねコーチングにおいて使う質問ってまあ大きく4つありますよということをお伝えしていきたいんです1つ目はオープンクエッションとクローズドクエッション2つ目は掘り下げる質問と広げる質問ですねそして3つ目は未来質問過去質問です 4つ目は、肯定質問、否定質問。この4つについて、さらりとですね、今日はお伝えしていきたいと思います。で、まず、オープンクエッションとクローズドクエッションなんですけれども、オープンクエッションというのは、自由回答を求める質問ですね。相手が自分で言葉を選んで、自分で考えて、文章を作って、で、答えを出すと。これがオープンクエッションです。クローズドクエッションっていうのは、質問者が選択肢を与える質問です。なので、イエス、ノーで答えさせたりとか、あるいは択一ですね。この中から選んで、というのが、 そして2つ目ですね2つ目は掘り下げる質質問問と広げげるるです掘り下げるっていうのは事柄をですねより具体的にしていくとかあるいは相手の考えというものをより明確にしていくという役割があります一方広げる質問っていうのは選択肢を増やしていくあとは状況をもっとこう広く確認していくという時に使います3つ目は未来質問と過去質問です これはもうシンプルですよね。未来質問というのは未来のことを聞く質問です。過去質問というのは過去のことを聞く質問です。もうちょっと言うと未来のことっていうのはこれから起こすこと、これから起きることということを聞くものですし、過去質問っていうのはすでに起きているもの。まあこれは現在も含めてという話になります。すでに起きていること、あるいはあるものというものを聞いていくと。4つ目はですね、肯定質問、否定質問なんですけれども、肯定質問っていうのはこのあるものに焦点を当てていくということです。 あるいはこれから作るもののに焦点を当てていくといくうのが肯定質問ですね。逆に否定質問っていうのはないものであったりとかあるいはできなかったことそして未来に向けては懸念とかですねこういうものに焦点を当てていく質問ですさあそしてですね何か質問すればこの4つのどれかに該当するよっていう話なんですけれどもまあこちらに例が載せてあります。目標なんですかっていうふうに聞いたら未来のことですよね。未来の。 オープンンクエッションこれイエス・ノーで答えられないですからあるいは質問者が選択肢を与えてるわけじゃないですからオープンクエスチョンという話になります。そして目標なんですかというふうに聞いてますから未来のことですよね未来質問ということになりますし目標を作り出すことに焦点を当ててますからあこれはあ肯定質問という話になるわけです一個の質問が、まあ、いろんなものに該当していくということですね。 で例えばですけど目標なんですかっていうふうに聞いた時に「いやーもうとにかく幸せになりたいんですよね」っていうふうに言ったとしたら「あじゃあどんな状態が幸せな状態なんですか?」っていうふうに聞いたとしたらこれ「掘りり下げる質問になりますよねどんな状態が幸せな状態ですか?」って言ったらオープンクエスチョンだし掘り下げる質問だし未来の幸せの状態ですから未来質問だしそして「幸せの状態」っていうのは肯定的なものですよねこれ全部含むという話になってきます。で一方でですねもう一個例載せてありますけれども作業やってないでしょ っていうふうに聞いたとしたらこれあの作業やってないでしょうって言われたら YesNo で答えられますよねああやってないですあるいはや,や,やりましたっていうふうになるかもしれない,れないですそういうふうにクローズドクエスチョンであるとそしてやったかやってないかあなので過去の質問になるわけですねそしてこうしてないでしょうっていうふうに言ってるので否定質問という話になるわけですというふうに何かこう聞くことっていうのはまあどれかの要素がこう確実に入ってくるということをこ押さえておいてください そしてですねコーチングにおいて重要なポイントというのを一番最後に載せてありますで、ポイントはですね4つあります1つ目はオープンクエッション軸にしていきましょうとコーチがこうでしょうああでしょうって推測してクローズドクエッションをするんじゃなくてオープンクエッションをベースにしながら相手が自分で考えて自分の言葉で説明できるような状態にしていかないと、まあ、真実が見えづらくなっていくというわけです で2つ目は掘り下げましょう広げましょうってことですね,、えっと、ですねどうしても分かったつもり分かったふりになりやすいですし相手も自分の考えって思うほど分かってないわけですねすごくこう曖昧にしているところがあるのでそれをしっかり広げながら相手の思考を明確にしていくそして話をさせることによって相手と自分のこの思考を合わせていくと認識を合わせていくということがすごく大事になってきますで3つ目ですね3つ目は未来に向けましょうと コーチングっていうのは未来を作るための道具なわけで過去をですねずっとこう掘り下げてそこの要因分析とかですね何でうまくいかなかったのかとかですねそういうものをこうチクチクするためのものじゃないってことです。すべての過去っていうのは未来を作るための材料というふうに捉えてそして必ずですね過去はあの扱うべきものはしっかり扱っていかないといけないんですけれども未来にそれをつなげていくんだという意識を持っておくことがすごく大事です。 で、でつ目は肯定質問ですね。やっぱり何でできなかったんだっていうことをこうずっと突き詰められるんじゃなくてどうしたらできるのかというように前向きに建設的に人っていうのは考えたいわけですね。なので必ずですね前向き建設的な質問の仕方というものを心がけていくんだとそれをこう心に留めておいてほしいんです。で補足なんですけど、えっとですね、過去質問がいけないとかあと否定質問はしちゃいけないとかですね あるいはクローズドケーションはダメだとか、まあ、そういうような雰囲気もあったりするわけですでもここに載せた質問っていうのは全てコーチングにおいて大事な質問なわけですね、まあ、要するにこの使いい道が大事だよという話なんです。全てこう効果的に使っていける道がありますのでそれをですね是非考えながら使いながらですね自分で導き出していってほしいなと思います さあというわけで本日は質問の全体像についてお伝えしましたこの4つの質問に関してはこれから後のですね動画で1本ずつそれぞれがどういうものなのかどういう使い方をするのかということを解説していきますのでよろしければそちらもご覧くださいまた今日の内容ですねブログに より詳しくまとめてありますのでよかったらそちらもご覧くださいで、また今日の動画に関するご意見やご感想あるいは質問に関してはコメント欄にお寄せいただければ必ずご回答いたしますで、本日の内容少しでも役に立ったなというふうに思われた方はぜひチャンネル登録あるいは高評価ボタンよろしくお願いいたしますそれでは本日は以上でおしまいと皆さん今日もご視聴どうもありがとうございました